はい、こんにちは。物欲ながら尋問問題です。今回は久しぶりに有線イヤホンの紹介です。今回のイヤホンはね、なかなかすごい仕様になっています。今回はプレックストーンからのレビュー品で DX6 というイヤホンです。このようにね、シンプルなパッケージに入っているんですけれども、何がすごいかと言いますと、コスパです。コスパ、価格が今2999円とね、3000円切る価格なんですけれども、なんとハイブリッドです。2ダイナミックドライバーと1バランスドアマチュアということで、3つのドライバー搭載したイヤホンにもかかわらず3000円切るというね、破格の値段をしたイヤホンです。通常ね、3ドライバー、2つのダイナミックドライバーに1つのバランスドアマチュアですとね、まあ1万はね、超えるような値段するのが普通ですけれども、今回この DX6 というモデルは2999円とね、ありえない値段で販売されております。今回 3.5mm のジャック、そしてイヤホンマイクも付いたね、モデル紹介いたします。開封しました。パッケージこのように有線イヤホンですので非常にシンプルです。イヤーピースと、説明書と、そして本体ですけれども、なんとね、3000円のイヤホンなのに脱着式です。これ MMCX タイプのケーブルが付属しています。なかなかすごくないですか、この価格でこの脱着式。ですので、このように LR 表記がケーブルにありますので、 R とこの R を合わせてカチッとはめるとですね、このように利用可能です。イヤホンの本体こんな感じです。なかなかごっつくでね、かっこいいですね。ここに見えるように2つのダイナミックドライバーと、ここのね、真ん中あたりにバランスドアマチュア BA ドライバーが入っているようです。 DX6 とね、ロゴが入っています。このような半合のような形をしたイヤホンです。イヤーピースはダブルフランジが1つと、あとはね、サイズ違いが付属しています。私はちょっとダブルフランジはあまり収まりが良くなかったので、今このようなタイプに変えております。そしてケーブルもしっかりとこのように寄り線のケーブルですので、なかなかね、しっかりと作られています。ジャックは 3.5mm、 そして4極タイプです。あとはこのようにマイクとファンクションボタンがついていますので、なんとね、通話も可能という仕様になっています。ケーブルも絡みにくくて、本体こんなデザインしています。こんな感じで、まあね、3000円のイヤホンにはね、付属品、外観、そしてこのような作りからは見えないんですけれども、再生の周波数は20から4万ヘルツとハイレゾにも対応しているというなかなかのスペックです。そしてね、やっぱ安かろう悪かろうじゃないの、無駄にドライバーを積んでいるだけじゃないのということで、気になる装着感と音質なんですけれども、これはね、3000円のイヤホンとはね、到底思えない音質です。ただね、装着感に関してはこのようにかなりごっつい感じになってますので、このね、丸いね、端っこがちょっと私の場合耳に当たってしまって、ちょっと痛いかなと思います。あとね、この装着フィットするまでに微妙な角度でね、音が抜けてしまったり、イヤーピースが合わないありますので、このあたりの装着感っていうのはかなり好みが分かれますし、耳のサイズ等によってはね、合わないっていう方がいらっしゃるかと思います。ただね、フィットした時の低音であったり、音のね、締まりというのはなかなか素晴らしいものがあるなというふうに感じました。音質なんですけれども、全体的にフラット傾向です。ドンシャリ傾向がね、こういった中華イヤホン多いんですけれども、この DX6 の場合はやっぱりダイナミック2発とバランスドアマチュアが1発ということで、低音と高音域がバランスよく出ているかなと思います。非常に音の迫力もあって、締まりがいいというところが特徴です。2900円となるとね、先日紹介した XB55 とかですね、まあ、そのあたりのソニーと同じような価格帯になるんですけれども、圧倒的にこちらの方が、音がはっきりとクリアに、そして迫力ある音ということに驚きました。ケーブルも結構ね、扱いやすくて絡みにくくて、感触良好ですし、このようにね、脱着式の MMCX ケーブルになっていますので、もし断線したりしてもね、安心かなと思います。もう少しやっぱりこの装着感っていうのにこだわってほしかったですね。結構そのまんまダイナミックドライバーを並べた
外観になっていますので、もう少し耳に沿った形のデザインになると結構ね完璧なんじゃないかなと思います。ソニーがワイヤレスのねノイズキャンセリングイヤホンね発売しましたけれども、ワイヤレス完全ワイヤレスのイヤホンっていうのが結構最近は流行りの中ですね、こういった有線のイヤホンというのも非常にコストね安くコスパいいものが出てきているんだなと改めて実感いたしました。2発のダイナミックに1発の BA ドライバー積んで、なおかつ値段3000円と、これはねなかなかの破格です。あとはこの商品、説明にも書いてあるんですけれども、エイジングが必須ということで、今ねだいたい1日ずっと流し続けて24時間から7時間ぐらいね今流しているところなんですけれども、公式によると100時間からね200時間鳴らして初めてこのイヤホンの能力を発揮できるということで、やっぱりね開封直後聞いてみた感じは、ぼやっとしてしまってねモコモコっていう感じが多かったんですけれども、丸1日鳴らしただけでも結構変わりました。今の状態でもねなかなか締まりがあって低音のぼやけ感もね、クリアになったかなという感じなんですけれども、まだまだ100時間200時間には到達してませんので、今後のね成長がねすごい楽しみです。ということでエイジングを前提としたイヤホンということでね、買って直後聞いてなんだこれと思って捨てないようにしないといけないかなと思います。ということで今回は価格設定がおかしいんじゃないかなと思うぐらいの3ドライバー、2ダイナミックの 1BA ドライバー搭載したフレックストーン DX6 という有線イヤホンご紹介いたしました。ということでなかなかこういったハイブリッドイヤホンまたね模索していくのも面白いかなというふうに思ってますので、特に無線とかだと遅延があってなーっていう方はこういった有線タイプがまだまだ使えるんじゃないかなと思いますので、参考にしていただければ幸いです。ということで今回も見てくださりどうもありがとうございました。